立礼着席。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、今回はデュエルリンクスの歴史11限目ということで、11限目ですよ、もうデュエルリンクスの歴史、デュエルリンクスの歴史っていうシリーズがあってね、ラジオ動画みたいな感じになってるんですけども、11限目にすでに途中しておりました。ということで今回は視聴者さんからリクエストをいただいたこちらのランキング、ネオスの愛人ランキング、ネオスの愛人ランキング、こちらをね、発表していきたいと思います。トップ5。エレメンタルヒーロー、ネオスさん。ネルオスと書いて、ネオスなんですが、彼はですね、あまりにも低層感が緩くてですね、デュエルリンクスには愚かな埋葬っていうカードが実装されていないのですよ。なんですけども、リンクス流愚かな埋葬っていうカードがありまして、それが、この、ネオスフュージョンっていうカード。このカード。これね、ブレイブネオスっていうモンスターがいて、エレメンタルヒーローネルオスさんと、レベル4以下の効果モンスターっていう、あまりにも緩すぎる召喚条件で出せるモンスターなんですよね。これ緩すぎだろ。このモンスター何回見ても。で、このモンスターを出していくんですけど、基本的にはネオスフュージョンって。これで、効果モンスター要は何でも落とせるんですよ。レベル4以下の。だから、リンクス流愚かな埋葬ってこれ呼ばれてるんですよね。このカードは。で、今回はこのエロメンタルヒーローネオスさんが、誰と一番寝てきたのかなっていう、誰と一番合体してきたんかなっていうランキングを、ちょっとトップ5、個人的な意見、かなり入ってますけど、ちょっと考えてきたんで発表していきたいなと思っております。早速ですが、第5位からっていうかね、第4位がね、2個あると思うんですよ、俺。2種類。なんで、第4位2つ一気に発表します。ネオスの愛人ランキング、第4位タイは、サイバーダークカノンと、ヒヨクレンリン。まあ、でしょうねって感じだと思うんですよね。今回のランキング多分ね、ガチでリンクスやってる方だったら、僕復讐みたいなのあると思います、多分。復讐。僕のチャンネル結構リンクスやってないけど見てるっていう人も結構多いと思うんで、そういう人向けにも動画作っていきたいと思ってるんですけども、結構復習みたいなとこあります、今回は。授業としては、やっぱりね、この2枚はね、強かったですね。めちゃくちゃ強かった。相性抜群でした、ネオスフュージョンと。なんでかっていうと、そのネオスフュージョンで墓地に送ったカードを装備できるからです。サイバーダークエッジで、エッジで装備するのが、まあ、この通常召喚なんで、このカード使ったターンはもう特殊召喚できないよっていう、使ったターン、使用後は特殊召喚がもうできないよっていう効果があるんですけども、通常召喚ができるんで、まあ、要は墓地送って装備するっていうエッジ でカノンだったら2400の打点になるし、これね、レンリンがやっぱ一番やばくて、レンリンって装備したモンスター の打点が 2回攻撃できるので1000になるっていう効果になるんで、エッジの打点が2500になるんですよ。2500で、2回攻撃できて、で、ダイレクトアタックもワンチャンできるっていう、めちゃくちゃ性能してるんですよ。で、結構やばかったのは、やっぱブレイブネオスがそもそも出るから、ネオスフュージョンで。ブレイブネオスで相手のモンスターを戦闘破壊した上で、ガラ空きのフィールドに、サイバーダックエッジにレンリン装備して2500ダイレクトに2回するっていう、スーパーイージーワンキルっていうね、これができちゃったっていうのが、やっぱこのモンスターの一番やべえところ。これね、まあ、もちろんガチ環境でも強かったし、プレミアム化の環境っていう、ちょっと頭おかしい、人たちが、なんか集まってる環境があって、なんかストラクチャー、なんか、ひたすら向いてる人たちが、なんか、頭おかしい人たちが集まってる、界隈。あれに、結構やっぱり、なんか、なんだろうな、あれのサイバーダックデッキは挨拶みたいな。プレミアム加工環境での挨拶みたいな感じですね。おはようございまーすって言って、ネオスフュージョン打って、サイバーダックエッジ召喚して、レンリン装備するっていうのが、ここまでがマジで挨拶。本当に、なんか、予礼みたいな感じ。授業で言うところの。なんか、そこぐらい結構やっぱその、環境の固定化は若干していたかなっていう感じですね。その時の環境は。中にはね、頭がおかしい人もいるんですよ。このカードをね、3枚揃えるためにね、なんかストラクチャーをなんか死ぬほど向いて、なんか、450箱とか向いて、なんか30万とか使ってる。頭いっちまってんだろみたいなやつもいたんですよ。っていうやつがいたんですよ。なーにー、やっちまったなーっていうことですよね、つまり。っ
ていう状態、まあ、要は通称クールポコ状態っていうね、ことです。つまりはちょっと脱線しましたけども、ということで第4位タイは、サヨナラカノンと、ヒヨクレンリンでございました。さあ続きましてネオスブレイブネオスさんじゃねえや、エレメンタルヒーローネオスさんの愛人ランキング第3位はエディチェンジャー。あーこれはね、まあ皆さんよくご存知かなと思うんですが、これそのめっちゃ強いのはやっぱりそのそこらちょっとしようなっていうこのカード、これを回避できたっていう点、そのやっぱ流行ったんですよね。やっぱこれが出て結局このカードめっちゃ流行って裏側でずっと置いとくっていうカードなんで、これあのそのモンスターをなんとか知って叩き起こす方法ないかなっていうなった時に、これブレイブネオスを出す時にネオスフュージョンでこれ落としとくと AD ティンジャー、 AD ティンジャーっていうのは墓地から除外するとそのフィールドのモンスターの表示形式を変更できるよっていう方法を持っていまして、裏側でもいけるんですよ。だからこれであの AD で叩き起こすことができたっていう、これが強いのと、あとそのもう一個あって、あのねその当時ね、あの爆風トカゲを使ったそのネオス、まあ、これ牛角さんっていう方が開発したんで牛角ワンキルってあの言われてたんですけども、牛角ワンキルがすごい流行ったんですよ。何かっていうとブレイブネオスをネオスフュージョンで出すじゃないですか。でネオスと、トカゲを、まあトカゲじゃないや、ネオスと AD チェンジャーをぼ、まあ、墓地送って出していく。でトカゲをセットするんですよこのモンスターを。でこいつがどういう効果を持ってるかっていう と、リバースすると、モンスターを相手のモンスターを1体持ち主の手札にバウンスするよっていう効果を持ってるんで、これをあの AD で叩き起こしてトカゲをリバース効果を発動させるんですよ自分で。そうすると相手のモンスターが1個バウンスできつつ、こいつ打点1400っていうね、すごいちょうどいい打点なんですよね。だからあの2600になるんで大体ブレイブネオスっていうのは、だからこの2600の打点のネオスと爆風の1400でワンキルが取れちゃうんですよ。これが結構流行りました。ランク戦とかでもよく見かけたし、割と大会とか非公式の大会とかでもよく見かけたかなっていう感じですね。だしあと爆風トカゲ自体が結構その6部衆とかにも相性が良くて、6部衆って結構あのセットモンスターを割と処理しきれないんですよね結構。そのだから爆風でこう1体あの支援とか戻しちゃうと結構あの黙るみたいなとこもあって、これが強かったんですよこのモンスター。結構こういうのが活躍できるっていうのがリンクスのいいところだと俺は思ってるんだけども、このコンボが結構強かったため、まあ AD は大体入ってた印象はありますね。ピン刺しぐらいはされていたかなっていう感じはしました。というわけで第3位は AD チェンジャー。続きまして第2位の発表に参りましょう。エロメンタルヒーローネオスさんと、寝まくったランキング第2位はタスケルトン豚ちゃんですね。リンクス民はまあその 愛を込めてね、愛を込めて豚ちゃんと呼んでいる人が結構多かったかなって思うんですけども、このモンスターはね本当に我々を助けてくれた。本当に名前通り助けてくれました。効果はネクロガードラみたいな感じで、墓地のこのカードをゲームから除外するとモンスターの攻撃を無効にしますよっていう、まあデュエル中に1回しか使えないっていうね、あの一生に一度って言われてる効果なんですけども、これがそのブレイブネオスを出すときにネオスフュージョンが墓地を送られるんで、ネオスフュージョンってそのネオス融合体をあの破壊から免れるよっていう効果を持ってるんですよ。破壊耐性いわゆるあの機械天使の儀式とか、あとリベンデッドボーンとかと同じで、墓地から除外すると破壊を免れるっていう効果を持っていたんで、これの破壊耐性プラス、攻撃を一回無効にするっていう盤面を作ると、まあ、ほぼほぼワンキルがあのされないっていうか硬い盤面になったんですよね。ほぼほぼこれやっといたら、まあ、ほぼ死なんだろうみたいな感じ。まあ、ちょっとあの後々その墓所封印っていうスキルがめっちゃ流行ってなんかすぐワンキルされるようになっちゃったんですけども、まあ、そういうスキルがちょっと流行ってない時期だったら結構この動きが強くて、まあ、割とですね、まあ、大体の人入ってたんじゃないかな。ネオスデッキだったらタスケルトン1枚はね必ずタスケルトンと AD とりあえず入れてから考えるみたいな感じのデッキだったのかなと。この頃からやっぱりワンキルっていうかカードパワーが増えて大きくなってきて、ワンキル環境が加速してきたんで、なんとかワンキルを防ぐっていうデッキがやっぱり強くて安定感があったし、ネオスっていうのはだからその影響もあってこの辺のカードっていうのは結構採用されていた記憶が
ありますね。というわけで第2位はタスケルトンでございました。さあ栄えある第1位に輝いたのはムーンライトクリムゾンフォックス、おめでとうございます。強すぎましたこの人は。こいつは強すぎました。マジであまりにもやばすぎるコンボ。これは本当リンクス、まあ、常にやってる人だったら知ってたよみたいな、まあ、ランキングだと思うんですけども、これはねマジであまりにもやばすぎたね。このコンボはね、効果は効果で墓地に送られると相手のフィールドモンスターを、打点ゼロにできますよっていう効果なんですけども、要はそのこいつの打点ゼロにするっていう効果と、そのねリューマードの守護者っていうモンスターがいて、リューマードの守護者ちょっと待ってね、これリューマードの守護者、こいつが要はネオスフュージョンを持ってくることが簡単にできるモンスターなんですけども、このリューマードの守護者っていうモンスターで、持ってきて、でムーンライトクリムゾンフォックス落とせばもうそれだけでその1800と2600の打点が用意できつつ、相手のフィールドのモンスターはゼロになるっていう、これが強かった。で何が強かったかっていうと、そのワンキルできるっていうのはもちろん強いんだけど、その破壊耐性があるモンスターって結構いるじゃないですか今。割と例えば知らぬいのホムラガミとか、ホムラガミとかってこれ破壊耐性があるんで、その結局ネオスとかって破壊耐性がある打点高いモンスター苦手なんですよね。こういうモンスターに対してもホムラガミの打点をゼロにしちゃえば別に破壊耐性と関係ないみたいな、殴っちゃえば勝ちやんっていう理論でね。だからそういう意味で結構その先行でホームラガミ立てて腕組んでんどみたいなことしてくるやつにも分からせることができたこのモンスターは。でもっとやべえのはそのカイトロイドっていう要はダイレクトアタックを防ぐっていう、まあ要はリンクス特有のね、これリンクス民とかタックフォース民しか使ったことないと思うんだけど、このカード、このカードでダイレクトアタックのダメージは防げるんですけども、戦闘普通にモンスターとかの場合の要はダメージは防げないんですよ。直接攻撃しか無理なんで。だからカイトロイドを回避できるっていう、ムーンライトクリムゾンフォックスで相手の打点をゼロにしたら実質ダイレクトアタックしてるのと同じだけどモンスターと戦闘はするんで、そこで、まあこういうカードをね回避しながらくぐり抜きながら、まあ打点を叩き込めたっていう、これがねめちゃめちゃ強かったっすね。こう今考えても結構リミット2にぶち込めみたいな、あれクリムゾンフォックス忘れてましたみたいな人が結構多くて、このカードこれなんか L なんですよ、このカードノーマルなんですよレアリティなのに、なんか対象無効にする効果もついてるし、これめちゃくちゃ強いんだよな、これ L じゃねえんだわ性能が。これね結構ねリンクスのレアリティミスランキングなんか作るんだったら結構上位に入ってくるモンスターかなと個人的には思ってます。これがねまあいわゆるそのリンクスにおける4000ライフ足りない問題、4000ではライフ足りない問題っていうのもまあ加速させたモンスターだったんかなと個人的には思いました。ということで第1位はムーンライトクリムゾンフォックスでした。まあ、ちょっと補足としてはね、他にも相性がいいモンスター結構たくさんいて、蘇るとかね、ミカドデッキのお供でこれネオスフュージョンでぶち込んで、落としときゃ、まあ、毎ターン毎ターン蘇生するんでミカドとかインベルズとかにも入ってたかなとか思うし、あとはあれねバルブとかは結構こうシンクロが要は強くなってきたんで、最近リンクスねシンクロモンスターがそういう時にネオスとシンクロして8シンクロしてなんかスクラップ出すとかいうこともできたんで、これはやっぱ落としとくだけで強いモンスターじゃないですか、簡単に蘇生できるんで墓地だけで。なんでまあここら辺とかは結構相性があったかな。あとインベルズの石膏とかね、インベルズの石膏もう知ってるかな、もうインベルズネオスとかっていうもう言葉皆さんもしかしたらもう知らないかもしれないけど、メインフェーズ1にこいつを特殊召喚できるんですよ。でインベルズモンスターって結構たくさん強いのがいて、こいつを墓地にネオスフィールドを送っといて、でこれを蘇生してこいつをリリースしてインベルズ出すっていうデッキもありましたね過去には。はい、ちょっと補足がなんかありましたが以上でございます。いかがでしたでしょうか。普段からねリンクスを楽しんでる方だったらちょっと比較的なんか予想しやすいランキングだったんじゃないかなと思うんですが、またねリンクスの、歴史の授業ガンガンやっていきたいなと思いますので、もしなんかねこういうのやってほしいなみたいな意見がありましたら、先生結構そういう要望を聞くタイプなんで、コメントに残しておいていただければなと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。